人民民主主義とは単一のマルクス・レーニン主義政党の領土のもとに一定の諸政党の存在と政権参画を許す体制、ソ連型社会主義におけるプロレタリア独裁に代わるものとして導入された。マルクスによると、資本主義社会から共産主義社会への移行期間には労働者階級によるプロレタリア独裁が必要となり、 さらに例人によると労働者階級の利益は単一の前衛党により代表されるものであるため、ソビエト連邦は共産党による一致党独裁性を敷きた政党の存在を認めなかった。一方で戦艦期から第二次世界大戦後にかけて、資本主義諸国や植民地諸国における共産党は人民戦線や、 民族解放戦線といった反ファシズムや反帝国主義の大義に基づいた共同戦線を共産党以外の勢力と結成するケースが多くなった。人民民主主義体制はこの枠組みに基づいた前衛的労働社会級のみならず広範な人民の利益を代表戦とする政体である。よって人民民主主義体制では共産党以外の民族主義政党、農民政党、 社会民主主義政党、宗教政党、さらにはブルジョア政党なども共同戦線のもとに議会の議席などを認められていることが多い。ただし実態としては、いずれの国でも憲法に共産主義の政権政党が国家を指導することが明記されているため、各政党は指導政党の強力な統制下に置かれた衛生政党と化しており、自主性はほぼ失っている。 例えば旧東ドイツでは議会の選挙はあらかじめ議席の配分が決まったリストに賛成か反対かを問うものでしかなく、これでは議会での議席の変動などが起こるはずもなかった。東ヨーロッパに存在した人民民主主義国家の議会選挙では指導政党と諸政党が統一名簿を作成し、統一名簿に対する信任投票が行われた。中華人民共和国憲法。 ありがとうございます。